一般社団法人広島市科会師会は1918年設立の広島市内中区、西区、南区、東区の初位、旧広島市内の科会師を会員とする法人。会員数439名。現在の広島市には広島市科会師会のほか、朝科会師会、佐伯科会師会、秋科会師会がそれぞれ活動地域を有している。これは広島市が 周辺自治体と合併を繰り返してきた結果として、行政区域と市会市会の所管区域が一致しなくなったことによるものである。平成初期より、行政区域と市会市会の所管区域の一致を目指し話し合いが行われてきたが、それぞれの市会市会ごとに長い歴史があり、会が消滅することに対して会員からの理解が得られないことや、学校歯科保険への対応の相違などの理由により、 広島市域に存在する、市会市会の広域合併は実現していない。広島市市会市会は、中区、東区、南区、西区を、朝市会市会は、朝北区、朝南区を、再帰市会市会は、再帰区及び、廿日市市を、秋市会市会は、東区の一部、秋区、秋郡府中町、秋郡海田町、秋郡熊野町、秋郡坂町、 呉市の一部をそれぞれ所管しており、広島市行政からの委託事業等を一元的に受託し、また、広島市民に均質なサービスを提供するために、4つの市会市会が広島市市会医療福祉対策協議会を組織しており、下記検診事業、休日市課救急医療等を実施している。歴代会長は以下の通り、会長、熊谷博士副会長、 右竜県専務理事、野見和元理事、水内博之有馬隆若林大輔谷岩尾藩、森本誠寿、花岡光一藤田智明漢字歌、野原実椿田尚也ありがとうございます。